八重愛は日本の歌手、東京都出身、本名は藤本八重。藤本俊夫を父に加藤時子を母に生まれる、次女である。1995年音楽劇コルチャック先生で女優としてデビューする。1999年頃より本格的に歌手及びシンガーソングライターとしての活動を始める。その頃 CM ソングとして歌った歌詞付きの 別れの曲などが話題となる。2001年6月、ポニーキャニオン系列のリーフィッジのレーベルでアルバムニューイオンをリリースする。同年11月にリリースした風の道がテレビ朝日系の素敵な宇宙船地球号のエンディングテーマに抜擢される。その後、CD をリリースしている。2018年3月、アクティビストチームマザーアースの一員として、 環境省、つなげよう、支えよう森里川会プロジェクトアンバサダーに任命される。音楽活動のさながら、藤本敏夫が創設した、鴨川自然王国の活動に参加し、反応反歌手と紹介されているサイトもある。2007年4月8日から12月16日まで、NHK の番組、産地発、食べ物一直線にレギュラー出演する。ありがとうございます。